はい、なぎらです。おはようございます。今日はとってもいい天気なので、お昼は結構夏、真夏日かもしれないですね。30度超え、超える可能性はあります。まあ、それでも出かけて、また明石の方まで行って、美味しい浜の美味しいお刺身を、お刺身食べるかどうか見ないけど、美味しいお魚を食べてきます。週に2回ぐらいは明石の浜行って、美味しいお刺身を食べたいと思っています。火曜日と金曜日によく行きますね。まあ、今日も行こうかと思っています。お昼から次は北海道の風に揺られながら生きている松山千春さんの旅の空から行きます。自然の中で生きるのはいいよね。深く耳を澄ませば朝一番の汽笛、街はにわかにざわめいて、遠い旅の空から君に送る便りは、力任せの殴り書き、回り道でも旅の終わりに君にもう一度会えたならいいね。いつも怯えていたね、風の音に震えて吐き出す言葉は愚痴ばかり、君ならよくわかるね、こんな僕の気持ちが、今なら一からやれるよね。回り道でも旅の終わりに君にも一度会えたならいいね。回り道でも旅の終わりに君にもう一度会えたならいいね。北海道の大地を思いながら歌いました。千春さんの旅の空から、なぎでした。ぜひまた遊びに来てね。 See you。 友達になってね。